どっからだ？ここかな？来たよー。ティーゴさん。来たよー。ジャマー。ああ、一瞬見たね、ここね。こんにちは。ラピ様ですね。ツワブキ大吾様よりご来訪を受けたまわっております。ツワブキ大吾っていうフルネームなんか。うわ、すごい。ソラジカセお連れいたしました。オードリピくんよく来てくれました。隕石のかけら持ってきてくれたのだね。ありがとう。いたしました。君が博士の知り合いと聞いて驚いたよ。やっぱり君はたくさんのつながりを引き寄せる何かを持ってる人なんだね。では博士、改めて今回の計画についてお聞かせ願えますか。うむ、ではこちらへ来てくれ。ワープするみたいに言ってたよね。大丈夫なん？ツワブキ社長からある程度聞いているとは思うが、今回の計画はロケットの中にあるポケモンの生体エネルギーと、キーストーンに秘められた人間の生体エネルギーを掛け合わす。つまりメガ進化の時に発生する超大なエネルギーを人工的に作り出すことから始まる。え？そうして作り出したエネルギーをロケットから宇宙に向けて打ち出し、何をしているの？そこにワープホールを作り出す。ワープホールを隕石の軌道上に作ることで、ここではないどっかに隕石をワープさせるのが目的なのだよ。実はこの技術すでに実用化されているある装置の応用になっていてね。ほう。ああ、はいはい。くるくるぴょん。とか、ワープもできるじゃん。なるほどね。どっかにワープするあれだよ。君たちも使ったことがないかな。なんと、そんなことが本当に。ちなみにワープする先はどこに？それなのだがね、定かではないのだ。ワープホール同士をつなげるデバイス、名付けて通信ケーブル次第なんだよ。ただ安心してくれ。少なくとも我々の住む星、この星以外であることは、理論上保証されている。本当に？それ以上に通信ケーブルの制御にエネルギーが必要と分かってね。悪いがもう一つ隕石のかけらを。ほう。お、ヒガナ。へえ、ここが噂に名高い宇宙センターの中枢か。すごいね、ヒガナ。にょにょにょい。にょにょにょい。ちょっとあなた勝手に困ります。まあまあいいじゃない。固いこと言いなさんなって。ねえ。なんで？ダメなもんはダメですよ。誰だ？ただものじゃない。なんで？なんで分かったの？いや、よく会うね。ドエピ君だったっけ？うん、確かそうだよ。なんだ君たちは。君は。私はヒガナ。単なる観光客だよ。宇宙に思いを馳せるね。宇宙に思いを馳せる。なるほどね。ここは人類と科学と希望と血と汗と涙と。まあいいや、たくさんの結晶ってわけだ。へえ。知ってるよ。このロケットが何をエネルギーにして動かされようとしているのか。人間が考え出した3000年前の忌まわしきテクノロジー。あなたたちはまた人類のためにとか、世界のためにとか言って、昔って何て読むの？読んだことない。昔に犯した過ちを繰り返すつもりなんだね。しかも、小耳に挟んだ感じだと、今回はさらにとんでもないこと考えてみたいじゃない。昔か。じゃあ君はここで何もせず隕石が衝突するのを美を加えて待ってるというのかい？そのままか。あはは。元ポケモンリーグチャンピオンにしてはなかなかどうして単純なお言葉。それでは期待を込めて現チャンピオンのお言葉を聞こうかな。ねえ、ドルッピー。君はどう思う？何か他に考えがあるかな？あるって言ったら嘘だな。ないんよ。でもあるが気になる。ある。インポスター。うん、本当に興味深いな。ぜひ今度じっくり聞かせてよ。のー。あんたたちの考えを否定するつもりはないんだ。ただね、きちんと考えてほしいの。必要な犠牲と
不要な犠牲の二つがあること、やるせないな。これだけの知恵と技術を持つ人たちが集まっているのにさ、ゼロから一を生み出さずに、考えなしに過去の過ちを繰り返し、さらには新たな過ちさえも犯そうとしている。想像力が足りないよ。すごい悲しい顔してる。追放。あ、皆さんのか、皆さんでお話の途中だったね。ごめんなさい。それじゃあ私たちはこの辺ドロンとしますよ、と。んじゃあ行こうかしがの。にょにょにょい。にょにょにょい。一体何者なんだ彼女は。あの口ぶり何かを確信して成功しようとしているのか。しかしあの姿でどこかで。見たことあんの？そういえば博士、さっき彼女が現れる前に何か僕たちに伝えようとなさっていませんでしたか？何ですか？実はね、ワープホールをつなげるために純度の高い隕石のかけらがもう一つ必要なんだ。流星の滝とか言ったら怒るよ。石の洞窟へ向かえば。いや、今回必要な隕石のかけらは流星の滝にしか存在しないとされてるんだ。はー、そうか、もしかして何か掴めるやもしれないな。僕は先に流星の滝へ向かうよ。準備ができたら君も追いかけてきてくれ。腹立つー。腹立つー。これだから。想像力が足りないよ、ヒガナの名言。あ、そうなんだ。やっちゃったねー。一旦回復しよっか。なんか戦う予感すんなぁ。戦う予感する。すごい。あ、さっき見えたのこのおばさん二人だったかもしれない。ミスった。あ、いたいたいた。よかった。大悟さん。ドリピ君、隕石のかけらもう手に入れたよ。マジで。そして僕の想像通りいろんなことが分かってきた。紹介しよう。こちらのご婦人は流星の民の末裔。え？流星の民？そうですよ。わしは流星の民。そうですよ。わしは流星の民。レッグーザ様がその始まりとされるメガ進化の伝承を語り継ぎ、次の世代に受け継いでいく使命を負った一族の一人じゃ。レッグーザ。古の頃より宝永には多くの厄災が訪れ、滅亡の危機にさらされてきた厄災。それは、彼方より降り注ぐ数多の流星。原始回帰した超古代ポケモン。そのいずれもから我々をお救いになったのがレッグーザ様じゃ。へぇ。選ばれし伝承者が七色の岩を前に祈りを捧げる。それとレッグーザ様の体はまばゆい光に包まれ、新たな姿にお変わりになったのじゃ。新たな姿となったレッグーザ様のお力は凄まじく、原始回帰した超古代ポケモンさえも圧倒したと伝えられておる。レッグーザすごいじゃん。七色の岩伝承者の祈り。姿を変えたレッグーザ。原始回帰したんかな、レッグーザも。なるほど、僕たちの知っているメガ進化の仕組みと似ている。まさにその通り。ポケモンと力を持った石、人々の結びつき。そしてポケモンが新たな姿に変わる現象を、後の時代の人間たちがメガ進化と名付けたんじゃ。なるほどね。じゃあ原始回帰もメガ進化なんね。メガ進化のメカニズムは人類とレッグーザの出会いによって発見されたものだったのか。そう、もう一つ気になることがあるんです。先ほどおっしゃっていた伝承者というのは、この世界に厄災が訪れし時、レッグーザ様を呼び寄せる方法と力を備えたもの。現在における正当な伝承者の名前はヒガナ。あいつか。今この世界に三度訪れようとしている厄災。それを阻止するため、すでにヒガナは自らの考えで行動しておる。レッグーザ様を呼び寄せるための準備として、超古代ポケモンを呼び覚ますための手ほどきを何とかという組織に行い、自らはキーストーンを集めて各地を回ってるようじゃの。マグマ団か。確かに潜入してたもんな。やはり、宇宙センターに現れた彼女は流星の民だったか。しかしまさか彼女が超古代ポケモンの復活にまで関わっていたとは。
彼らの力を知りながら、異常気象の凄まじさも分かりながら、あの状況を作ったというのか。どれだけの人々やポケモンが命の危険にさらされたと思っているんだ。隕石から星を守るためなら、異常気象による犠牲も仕方ないというのか。全てはバランス、そして歴史は繰り返す。我々一族は過去の厄災を乗り越える中で、多くの犠牲を目の当たりにしてきた。運が長い話が長い。より多くの平和が保たれるように最善を尽くしてきた。そうして今、人、ポケモン、自然、皆が生きる世界が保たれている。それによくは知らぬが、今お主たちも同じように何かの犠牲と引き換えに何かを守ろうと考えているのではないのかね。ヒガーナは必ず自らの信念を貫くだろう。それが多くの犠牲を払うと分かっていても、たとえ犠牲の矛先が自らに向いてたとしても。どうですか。わかりました。いろいろとありがとうございました。なんだろう、少し胸騒ぎがする。マジで。僕の顔よく当たるんだ。先に金積のデボンに戻っているよ。え、デボンでなんかあんの？わっちゃん？なんかくれ。あの銀髪のイケメンは。イケメン、イケメン、イケメン。三役厄災。あ、なんか間違えてた？まあ、だいたい一緒でしょ。じゃあ、デボンコーポレーションいきますか。あれ、アナライズは？アナライズどこ行ったの？出なかったけど。てか降りる場所間違えた気がする。アナライズちゃんどこ行ったの？あわわわわ。あわわ。あ？誰？わ、わ、出た出た、デボンの荷物のおじさん。あててててて。おやや、や、君はいつぞやの素敵なトレーナーじゃないですか。あ、やい、このメガネ。キャートレーナーさん助けてよ。て、おう、いつぞやの子供トレーナー。畜生、相変わらず邪魔しやがるのか。普通のと戦うのか。ずっと厄災って言ってた。ああ、だからカノンって言われてたのか。最悪だね。あ、グラエナ。何レベル？ランネちゃんいけるか？あ、いけるな。いけるな、全然。大丈夫、大丈夫。お。またもや敗北。そらね。むむむ、お前には勝てない定めなのかよ。どうした後輩スタッパー。ってなんだ、また貴様か。よかろう、勝てないと分かっていても挑むぜ。やばいこれ。これ最後にかがり出てくるパターンかもしれん。またどうかーす。自爆常習犯。滝登りじゃい。ひるめ。どかーん。ひるめ、ひるめ、ひるめ。待って、道連れはやばい。やばい技してる。超やばい技してる、それ。やばい。それはマジでやばい。え、道連れってさ、いつまで？え、道連れっていつまで？え、道連れ？え、道連れ？最悪の技来た。やばいやばい、それ。え、地ずれはやばい。え、これもう確定で人にもらうの？え、どうすればいいんだろう。え、焦って道ずれ言った？あ、そのターンだけか。え、これもう、あやぴかだ。無理無理。道ずれはやばすぎる。いや、やばすぎ、お前。お前、やばすぎ。あやぴかして。
絶対に自害で死んで絶対に自害で死んで、ルナ君いけるか。最強の技来たな。ドラゴンキラーってだけで価値がある。ああ、まあ確かにそれはあるな。お前はもう月の光だけするんだ。かわいい。オッケー。あやぴか覚えてたらしないっけ？しないか。月の光。やめなー、それ。え、別に出す必要ないやん。ももクロでいいか。ももクロちゃんでいいわ。ルナだよ。ルナだよ。こいつやばすぎだろ。絶対道連れするマンなんだけど。やばいやばい、お前。お前やばい。お前やばい。マジでやばい、こいつ。マジでやばいよ。半端ない。ある意味最強だよ。え、これ大丈夫だよね。あやぴカレンダーでいいよね。勝手に死んだら道連れ食らわないよね。不安なんだけど、結構結構不安なんだけど、人生かかってんだよ。普通に攻撃してきた。絶対に始末するという意志を感じる。やばいよ。絶対にあやぴかする。やめろ。あ、PP 切れた。あ、そうか、だからか。いや、でもあやぴかで殺す。でもあやぴかで殺すわ。怖いから。自分のターンが来るまでか。よし。さあまあ。危なかった。あやぴかなかったらやばかったんじゃない？ PP なくせばいいのか。最強の技じゃん、あれ。ワンチャン死んでたな。ワンチャン死んでたよ。勝てないと分かっていても悔しいものは悔しいぜ。いや、危なかった。こんな技あったな。危ねえ。ひとまず退散。加害さんも私が助かることを望んでいらっしゃるはずだ。いや、そんなことないよ、多分。何人いんの？お腹すいたし帰ろう。帰ろう帰ろう、もう。腹くくって戦うしかないか。腹減ってるだけに。面白い。最強の一時使い、メガゲンガーさんに触れる。メガゲンガーさん。お。あ、普通の色ですね。オッケー。はぁ、お腹減った。なんか食べて。帰っておとなしくなんか食べて。やっぱりダメだった。帰りにお弁当買ってこっと。おじじん弁当かな。あ、ありがとう。また助けてもらっちゃったね。それじゃあ俺にまたスーパーボ。で、そんなこと言ってる場合じゃなかった。大変なんです。せっかく我が社で開発していた通信ケーブルの制御装置がマグマ団の奴に奪われて。奪った奴は小さくて目つきが悪いけど、すごく可愛い女でした。はい、アナレゾンナ。どうしよう、どうします、どうしよう。あいつは特産で宇宙センターに向かったはずだよ。ダイモさんが先に宇宙センターには行ってくれてるはずだけど、心配だよ。アナレゾンナ。アナライズなんよ。ね、そうなんよね。あ、出たこれ。へっへっへ。ここであったが、3。って、どれだけ V だっけ？あそこやな。アジトにいたやつやな。ポンタンどうでもいいね、そんなこと。覚悟しな、もうただの5つ子とは言わせない。5つ子だったか。確か、ポチエナ5体だったよね、前ね。今回は波の入り一層できるかな。グライナ？もしかして。グライナのフリクター。うわ、さすがに強そう。さすがに強そう、それは。いや、25って。威嚇誤解すんの、これ。
各5回すんの。やめな。やめな。なんなんこれ。なんか重いし、処理落ちしてるし。波乗りだー。じゅーん。努力中前。はい、さようなら。いや、かわいいしね。うめえ。5匹同時に倒したボーナスとかあんのかな。自然の恵み。自然の恵みって何？木の実から、あー。まあいいかな。いや、5人揃ってもよい。また、負けたー。5段階だの危なかったね。波乗りあってよかったね。はぁはぁ、やっぱりダメですか。ホーエンジャーみたいにかっこよく勝ちたかったというのに。おかしいなぁ。威嚇5連発、5連発殺法は無敵なはずなのに。なんかズーしたんじゃない？うつうつうつ。アンポンターン男だ。いつまでムジムジしてんじゃねえよ。加害様は2回だ。情けない話だが、私たちではあの方は止められない。頼む、加害様を助けてくれ。え？ほう。そんな悪いやつじゃないの？悪いやつじゃない説ある？うん。あ、同じこと言ってる？さあ。かがり？大丈夫だな。多分爆打だろう。お、ドアイゴさん。いいところに来てくれたね、ドリップくん。ダブルバトルか？マグマ団、その装置をどうするつもりだ。この星を救うための最後の希望なんだぞ。マグマ団の意志じゃないんじゃないかな、もう。かがりの意志なんかな、これ。希望？あははは。やばい、こいつ。やばいって。あはは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 。サイコパス。僕の希望だった組織は、リーダー松伏は壊された。そいつに壊されたんだ。逆恨みもいいところだな。うるさい。もうこんな世界なんていらない。やばすぎだろ、こいつ。僕は知ってるんだ。あのロケットの中には3000年前の戦争で使われた最終兵器と同じ。いや、それ以上のポケモンの生体エネルギーが詰まってるってこと。そうなの。あ、なんか言ってたかな。あの戦争を終わらせた大爆発を超えるビッグインパクト。きっと怒ってくれちゃうんだろうなって。隕石だかなんだか知らないけれど、そんなの当てにならないもの。ここでロケットを爆発させて僕が自分の力で世界を終わりにする。プロジェクトアゾス。アゾス？プロジェクトアゾスをフィックスさせてあげる。こいつ何なんだ。もちろんどっかに隕石をワープさせるとかいう、この次元転移装置ってのも、この、あ？うん。ぶっ壊してあげちゃうよ。うん。あいつ本気だ。それ面白いな。僕たちで止めないと世界が大変なことになってしまう。戦い準備は OK だよね。OK です。よし。行きましょう。じゃ、まっ。するなー。壊れちゃったねー。やばいねー。ノー。グラエナと爆風だね。カガリは一つか。デデデーン。あー、なるほどね。すまん、大悟すまん。大悟すまん。申し訳ねえ。え、メガ進化できんの？あ、そっか。はるかちゃんの奪ったからか。いや、でもできるもんなの？ドゥーン。イエーイ。オッケー。
まいうまい。うまいうまい。お、ナイス。いや、あ、倒せないの全然ナイスじゃなあ、そんな食らわないか。え、カガリの方が弱い？カガリの方が弱いのか。もう一匹ポケモン持ったら。やっぱ数ですよ、ポケモンの強さは。いっぱいだと、やばい。え、道連れおじさん来た。まずいまずい。ひるめ、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 ひるみなさい、ひるみなさい。鋼の翼。やめな、やめな、やめて、耐えて、生き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 たい。よし。ああ、危ねえ。危ねえ。危ねえよ。やめてよ、それ。ギリ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 だよ、こっちも。あ、その、激しいの方か。危なかった。危なかった。なんでだ、なんでいつも。いつも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 。僕のこと邪魔するんだ。くそくそ。壊れちゃった。今のうち次元転移装置を。お、シガナ。にょ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 い。にょ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 い。にゃ、やるね。やるね。この子は確か。ナイスシガナ。ナイス。よくやったね。流星の。流星の民ですよ。ヒガナですよ、と。よく撮ったね。アンガと。さてと、この装置すごいよね。隕石をどっかにヒューンってさせて、はい、めでたしめでたしってことにできちゃうんでしょ？あはは、確かにそこの元ちゃんとの言う通り、この世界に住む人やポケモンたちにとっては最高の希望だよね。でもさ、それがある人やあるポケモンたちにとっては最低最悪の絶望になる可能性があること分かってる？何が言いたい？君には分からない。期待してないよ。く。うん。ねえ、ドヨピ君。この世界にとっての希望はある人たちにとっての絶望。わかる？え？え？ある人たちってワープした先の人たち？わからないけど誰か。ここじゃないとこにワープしちゃった時の隕石の行方にあるやつかな？わかる。わかる。またまたよく言うよ。ああ、わかってないんかな。私たちは知ってる。ずっと受け継いできたから。メガ進化のメカニズムによって引き起こされる世界の揺らぎ。この世界とは、似て非なる、別の世界の観測。そして確定。そう、私たちの住む方園とほとんど同じ。そこに生きる人もポケモンも、そう、例えばちょっとだけポケモンの進化の道筋が違う。メガ進化が存在しない世界。剣盾？3000年前にあの戦争が起こらず、最終兵器も作られなかったそんな世界の方園。え？何？別世界？タイム、なんて言うんだっけ？なんて言うんだっけ？あの、別次元っていうの。そこへ突然隕石が現れたらどうなるんだろうね。隕石を壊す技術もワープさせる力も存在しない世界の人々はどうなるんだろうね。うん。その能力が足りないよ。出た。やったね。やっちゃったね。何の根拠もなしにこの世界とは似て非なる別の世界だと。あ、そう、パラレルワールドだ。そうだ。そんなものは現代において全く実装されておらん。そんな勝手な妄想で次元転移装置を、なんてことだ。さよなら、買い初めの希望。君はこの責任を一体どう取るつもりなんだ。落ち着いてください、博士。大丈夫、私。いや、私たちがこの世界も別の世界も守ることができるから。お。あれはな、ゴーザパラレルワールド。私たちはどういうことだ。ドルピー君ですか？もう一つもらうの忘れてた。
何？あ、メガストーンか。キーストーンか。キーストーン。あとはこの人たちのアジトにあるものを合わせれば、にょい。それじゃ次の用事があるもんでドローンしますよ。それじゃ、にょーん。ベータ世界線？あいつリーダーの、リーダー松部さんキーストーン奪うつもりだ。くそ、くそ。くそ。みんなクソって言ってる。彼女が向かったのはマグマ団のアジトか。どうする大悟、今僕にできることは何だ？え、マグマ団のアジトに行けばいいんじゃないの？普通に立っとるやんけ。じゃあ行きますか。ここでしょ？で、こっちよね。で？で、こっち？合ってる？あ、来た来た。お、いるじゃん。ちょっと待って。ヒガナと戦いそう。わらしべちゃんで、いいのか？こんにちは。ホムラいるじゃん。ガハッ！よしよし、勝者ヒガナさんと。松田さんじゃ勝てないよ。ヒガナには。ちぃ。松田さんが、小娘ごときに。にょーにょー。おー、嬉しいのかしらな。さすが私の娘、一心伝心だね。貴様一体何者だ？何者？難しい質問だね。流星の民です。何者にもなれなかった私は一体何なんだろう。何それ、自分探し戻おしまいっと。ねえ、ドレピ、そんなとこに突っ立ってないでさ、こっちにおいでよ。え、戦う？もしかして。なんと、チャイルド。なんと、チャイルド。君はなぜここに。それなんてだってヒーローだもんね。世界を救うさ。でも、ちょっちょ遅かって、その際1分ってところかな。あ、取られた。メガネのとこの取ったの？リーダー。よしよし、キーストーンキープだぜ。ようやく集まったよ、シガナ。集まった。これで呼び寄せることができる。マジで？レックーザを。呼び寄せんの？さてと、任務終了よ。この辺ドローンしますよ。あのね、ドレッピ、あなたには、私の後を追ってきてほしいな。ほう。私たちがこれから向かうのは、原始の子に封印されし場所。空の柱。あ、ここで空の柱か。まあ何のことか分からなかったら、どこぞの元チャンピオンにでも聞いてみていいかもね。それじゃ。わかりますよ。なんでここに来させられたの？なんたることだろうか。散々好き勝手に我らアジトを荒らしまくって飛んじゃすると、決して許されることではないぞ。うん。そうか。君がここにやってきたのは偶然ではなく必然なのだろうな。リーダー、ホムラよ、あれを彼に。何くれんの？キーストーン奪われた今、私がメガストーン持っていようとも、何の役にも立たぬ。え、何くれんの？いらなーい。いらない、ドンタコス死んでる。ドンタコス死んでるの。あなたの爆弾しっかり持たせないとですよ。持ってないの。今の私にはメガ進化を使う力がない。だから君に託す。それが私が今なせる最善と信じて。先ほどの娘、ドラゴンタイプのポケモンたちをあそこまで使いこなすとは、ただいものではない。奴が何を考えているかは分からぬが、あの力に対抗できるのはおそらく君だけだろう。頼む、私の分まで抗ってくれ。この事態を収束させるために。あ、電話だ。ダイゴさん。ドレピ君無事かい？そうか、そんなことか。キーストーン、空の柱、流星の民。なるほど、点と点が繋がってきたな。マジで。そうだね、急いでこれからどうするかの話をさせてほしい。宇宙センターの2階で待っているよ。ではね。宇宙センターの2階来いって。リーダー松田さんの分までよろしく頼みましたよ。あの娘、わからぬことがあったら、元チャンピオンに聞けなど申していたな。元チャンピオンとやらの居場所は君なのか、ああ、わかります。行きます。じゃあ帰ろ。耐えた。強いな。
これでレベルが上がるんじゃなかろうか。ドカーン。さよなり。さあ、来たー !32 レベル、2レベル。神神。お前か、俺か。ちょっと欲しいかも。一旦。あ、バカったらいいでしょ。オッケー。さあ、来たー。じゃん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 。久しぶりに見るなー。わあ、いや、メガニウム可愛くないか？メガニウムビジュアル結構可愛くない？花びらの前、いいね。混乱したやつだっけ？怖いけど。メガニウム可愛いよな。バクフーンも好きだけど、メガニウムの方が、メガニウムの方が好きかもしれない。オッケー。メガニウム。